シュガーバターです。今日はこのシェーカーキーホルダーの枠を使って小学生も簡単に作れるハートキーホルダーを作っていきます。小学生の娘やお友達がいじもしたいというのでレジン体験する際よくこのキーホルダーを一緒に作っています。着色剤を混ぜて流して無効化デコレーションの作業を子どもたちにしてもらいます。枠はあらかじめ乳液性レジンで作っておきます。まずは好きなカラーを選びます。こちらはパープル、こちらはピンク色で作っていきます。ハート部分に流し入れる UV レジンを着色します。電熱ヒーターで表面の気泡を飛ばします。ちなみにこちらのモールドで枠を作りました。いつも作っているシェーカーキーホルダーと比べて少し小さめ。このモールドは真ん中が外枠より低く、そこも流したレジンで作れるタイプです。シェーカーキーホルダーを作っているシリコンモールドは真ん中が空洞で、そこをレジンで作るのではなくフィルムを貼って作ります。着色したレジンをハートの中に流し入れます。パープルも流し入れます。豪華。ここまでできたら好きなシールを貼ってデコレーションをしたり、イニシャルシールを貼って楽しい時間。今日はイニシャルを貼ります。自分の推しの名前を入れるのもいいですね。豪華。表面を塗装します。いつも塗装作業は大人が行います。豪華。次はパーツをつけます。
ツヤにできました。事前準備は必要ですが、初めての美人体験におすすめです。シールを貼って自分好みにデコレーションもできますよ。ぜひ試してみてね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。